こんばんは。今日は今めちゃくちゃ急いでます。昨日余命10年を見てきたんですけど、小松菜奈さんのめっちゃ泣いた。みんなも見た方がいいです。余命10年。余命10年、映画知らない？余命10年めちゃくちゃ負けた。みんなも見に行ってください。おすすめ。悲しくなる。この服かわいいですね。ファンの方からいただいたんです。てか今日めっちゃ暑かったよね。私なんか一日寝てたんですけど二度寝したら4時ぐらいだったんですけど
マジ最近引きこもりなんだよ。やばいね。暖かかったよね。昨日の夜も配信しようと思ってたんだけどね、寝ちゃってて。でも最近ワクワクしていることがあって、何してるの？メイクしてる。なんか最近メイクするのが早くなった。メイクしてると何の話してたか忘れちゃうんだけど、今何の話してたっけ。ワクワクしてることは、パパとママの家族が来る。もう近々。全然帰ってないからお家に。楽しみです。チョコとクルも連れてきてくれるかな。ねえ、昨日ね、寝れなくてね、その12時ごろ起きたんですけど、でショールームしようと思ったら寝ちゃって、ごめんね。でそれで12時ごろ起きて、12時ごろ起きたんですけど、もう配信できなくて、そのテレビで YouTube を見てた。
なんかチームメイト合宿の YouTube が出てきて、それ見て号泣したよね。なんかな、なんかね、こういう時もあったなって思ったら負けてきた。懐かしいメンバーとかも出てきて、ね、今さあ、ちょっと何の話したっけ。今日はなんかね、目が腫れてる。ちょっと髪の毛を濡らしたのでドライヤーしますね。うるさくなります、すいません。
もうさあ、暖かくなってきたから春服が欲しい。これも春服だから着てます。おねだりあやちゃん、今日 TikTok 更新したいな。なんか前髪を伸ばそうと思ってるんだよね。前髪伸ばすの。みんなが春服送ってくれたやつで、春のコーディネート配信しようかなって思ってるから、お願いします。夏にして以来してないからね。ひだやは意外に寂しがり屋さん。めっちゃ私なんか
一人でも生きていけますよ的なオーラがあるってよく友達とかに言われるんだけど、とかファンの人とかにも。でもめっちゃ寂しがり屋で、あんま一人の日がないかも。ほとんど大学仲良かった女とも、女の子の友達と会ってる。家泊まり来るか、今日もその子と会うんですけど、大学の仲良かった女の子の家行ったり、ダイヤは春服どんな服欲しいの？私はどんな服？なんかパステル系？パステル系とかが好きですね。
お話し会の三十受付始まってるって。まあ、みんな申し込んでくれてるでしょうけど、でしょうけど、また申し込んじゃってください。いっぱい弾いてた人は覚えるからね、自然と覚える。まあちゃんと初めての人も覚えようと思って、まあ、いつもしてるけど、自然と覚える。このアイロンにしてからめっちゃ早い。
コンサートリハは全然何も決まってない。前髪がね、めっちゃ来るの。やった、チョコとクロを連れてきてくれるかもしれない。うちにみんな泊まるの。家族がみんな来るんですよ、こっちに。あのこっちで予定があって、だからその時チョコとクロも連れてきてって言ったら、連れて行ってもいいかもねって。犬 OK だからさ、うん。シェット公演は31日申し込んでください。やばい、急がないと友達に。ママ劇場に来てた？来てないよ。読みます。1位ピアノマンさん、2位ラブイチゴちゃん、3位アキラさん、4位ウェトッチ、5位キャプテンアクアさん、6位ピータさん、7位ハーマンさん、8位トシ君、9位ナハハンさん、10位ノブさん、11位ヒロカンブリさん、12位ヒデオさん、13位石のピンポンさんです。じゃあサクッとスクショ。じゃあまたね、バイバイ。